トレール軍は、アメリカ合衆国ノースダコタ州の東部に位置する軍で、ある。2010年国勢調査で、の人口は8121人であり、2000年の8477人から4.2%減少した。軍庁所在地は、ヒルズボロ市であり、同軍で、人口最大の都市は、メービル市、人口1858人である。 トレール軍は1874年から1875年のダコタ巡州議会によって1875年に創設された。軍名はハドソン湾会社の従業員でカナダ人開拓者キャサリンパートレールの息子であるウォルター・ジョン・ストリック・ランド・トレールにちなんで命名された。軍の本部は当初カレドニアの小さな1階建ての建物に置かれた。 19世紀後半に何度か軍庁舎が建て替えられ、何度かの住民投票で、メイビルへの移転が問われたが失敗した。1890年に、ヒルスボロに、軍庁舎を移す、住民投票は成功し、軍の記録が移された。現在の軍庁舎は1905年に建設が始まったものであり、アメリカ合衆国国家歴史登録罪に登録されている。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は863平方マイル、2、234平方キロメートルであり、このうち陸地は862平方マイル、水域は1平方マイルで、水域率は0.08%である。下記の2空港は、軍内にある、公共用途空港である。以下は2000年の国勢調査による、人口統計データである。 トレール群のひまわり畑中、ノースダコタ州の法人化された自治体は、その大きさによらずすべて死になる。ありがとうございます。